こんな感じで大丈夫かな。学園祭、学園祭だと、はあ、学園祭もねぶっち、ねぶっち。あー、電話かかってきた。電話だ。はい、藤井ですけど。あ、どうや。あ、私、はるか。ほう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 、どうした。あれ、どうしたの。珍しいね、そっちから電話なんて。割と面倒で。正直なやつ。今日は面倒じゃないわけ。結構面倒。なんてやつだ。こんなやつと一番付き合いが長いなんて。どうや、明日誰かと遊びに行く。え、明日学園祭。学園祭。はるかの口からそんな単語が出るとは驚きだ。なんで。どうや、暇かなって思って。こんな直前になって聞いてくるなんて、これだから、モテたことのないやつを。俺は暇だけど。そりゃ暇だけどねえ、はるか目的でこの世界を生きとるわけだから、はるかに誘われて暇じゃないってどういうことよって話になるわけやん。暇だけど。別に暇だけど。本当。本当ってまさか俺が誰からも誘われてないのを確認しに電話したんじゃないだろうな。違うよ。じゃあ何、用事を言いなさい、用事を。明日アリーナ行かない。アリーナ、学園祭じゃなくって。ああ、俺は思いっきり呆れた声を出した。はるか、会話が変じゃないか。そう、俺がこうトントン、話がこうトントンって流れてないだろう。学園祭で予定が入ってますか。入ってません。それじゃあ私とアリーナに行きましょう。ほら、変だろ。変でもない、実は変でもないんだけどな。脈略を、文脈を読むってこういうことよ。うんうん、ね、文脈を読むってこういうことよ。国語ね、国語。ね、学園祭で予定が入ってますかって言われて、入ってませんって言いました。つまり学園祭関係では用事がないってことよ。ね、だから別にそのね、学校に行くっていう用事もなければ、ね、かといって何か別の用事があるってわけでもないわけよ。暇だけどって返事をしとるからね。ね、じゃあそれじゃあ私とアリーナ行きましょうっていうのは別に間違った話ではないんだよね。文脈読めてないっていう、うん、目的語、目的格、なんていうの、それが飛躍してるっていうか、すり替わってるっていうか。おい、勘弁してくれよ。付き合い20年の東也くんよりも、なんか付き合いが数十分の俺の方が彼女を理解しとるやんあれ、まあ何でもいいよ。それでどこがおかしいのかわからなくなってきた。正しくはないけど、別にね、なんだろうな、うん、指摘するようなほどではないと。学園祭、人いっぱいだから別のとこで遊ぼうと思って。せっかく休みなんだし。しょっちゅう授業をサボるくせに何が休みだ。それに人が多いからって自分の大学の学園祭行かないなんて、ちょっと自閉っぽいぞ。お前も行きなかったね。行かない、アリーナ。人の話は全く聞かない。でもどうしようか。まあ行くよ。わかったよ。そうだな。別に相手もいないのにわざわざ混み合ってる学校を見に行くってのもちょっと悲しいかな。うん、いいよ。付き合ってやるよ。自閉で寂しがり屋のはるかさんに。お前、自分にブーメラン投げとるの分かってないんかな。ありがとう。どうやなら暇だと思ってた。人の言うことは答えないくせに、言うことだけは言うから、なんだかこっちが損した気分になるよ。明日アリーナね。わかった。あ、トウヤくん、こんばんは。私。あ、どうした、ユキだ。こんばんは、今日もお疲れ様。うん、ありがとう。電話の向こうでユキがはにかむのがわかる。トウヤくん、学園祭、もう誰かと約束しちゃった。おお、そうきたか。え、もう予定は入っちゃったけど。やっぱり。え、どうかしたの。
電話の向こうでユキが遠慮深そうに口ごもる。あの、私、もしかしたらってことだったんだけど。ん？学園祭の日、もしかしたらなんだけど、お休みもらえるかもしれなくて。学園祭の日って言っとって、お休みもらえるかもしれないって言っとるけど、これってあれやろ？土曜日、日曜日、学園祭がある2日の中で、土曜日の夜中に話しとることやろ、これって。だから学園祭1日目と2日目の間の夜中の話やろ、今これ現在って。なのにもらえるかもしれなくてって、すごい、なんか大変だな。大変だな、芸能って。芸能って大変だな。そんな急に。もしかしてだから、多分もらえないんじゃないかって気もするんだけど。そんな、ごめんユキ、俺。きっと休めないって思うから。うわ、すごい、もう、やー、自己犠牲。いやー、いやー、あー、休めるか休めないかともかく、ユキ、俺に一緒に行こうって言いたかったのは間違いない。休めるかどうかわからないのに、ほら、トウヤ君を誘うわけいかないでしょ。うん、でも、かもしれない。でも、今年こそ2人で学園祭に遊びに行けるって気分を味わいたかったな。これわかる？これわかる？うわー、失敗した。ちょっと待ってね。これわかる？これすげーわかる。わかってくれる？ね。休めるかどうかわからないのに、ほら、トウヤ君を誘うわけにいかないでしょって。ね、向こうは断り文句で言っとるんだけど、けどもそもそもこの電話をしたきっかけが、ね、学園祭の日、もしかしたらなんだけど、お休みもらえるかもしれなくて。わかる？このけなげさ。つらい。本当につらい。うん。休めるかどうかわからないのに、トウヤ君を誘うわけにはいかないでしょって。あー、つらいなー。ごめんね、トウヤ君。じゃあ、また今度ね。そうだね。会おうと思ったら会えない相手じゃないんだけど、でも、せめてこんなイベントぐらいは一緒に楽しみたかったな。そこら辺にリーチギーになってどうするんだろうね。だって相手がほら、なんだろう、断れない先生とかさ、そんなにその、なんて言えばいいんだろうな、関わりがね、その、あれあれ。関わりがそんな深くないような相手とかだったら、正直なんて言えばいいんだろう。ね、断りにくいって雰囲気あるかもしれんけどさ、今回予定入れてるのははるかの方だからさ、ね、それだったらさ、あれじゃん？相手がユキだからさ、ごめんって。実はって先にうんって言ったけど、ユキに対して、ユキ久しぶりに学園祭来れるみたいなんだよね、みたいな。ね、だからさーってなったら、なんだろう、ねえ、すごいなんか厚かましいね、嘘ついてるのはあれかもしれんけどさ、なんか辛いよね。それじゃあおやすみなさいだね。おやすみなさいだね。マジか。マジか。あー、うん、おやすみ。わざわざごめん、電話までしてくれたのに。いいよ、それじゃ。うん。そして電話は切れた。まあ仕方ない、せめて明日は楽しもう。いい天気だな。恐ろしく空の高い秋晴れの見本みたいな日だった。ここに来る途中、たくさんの人たちとすれ違った。
多分うちの大学の学園祭に行くんだろう。学園祭も悪くないけど、せっかくのこんな日に人だらけのところに出ていくのもやっぱりもったいない気がした。アリーナもアリーナで人いっぱいおるんじゃないかな。はるかの判断は正しかったかもしれない。と、俺を正しい道へ誘い込んだ悪魔はとっくにアリーナに到着していて、雲のまばらな秋空をポケッと眺めていた。何ほうけてんのさ、人を呼んどいて。俺は遥かの頭を後ろから小突いた。開いた。全然痛くなさそうに言って振り返る遥か。今到着。待った？ひょっとして。ううん。あ、そう。いつものそっけない会話。でも遅刻しないで来たのは偉い。遥かは昨日言ったことも忘れて不思議じゃないからな。忘れても不思議じゃないからな。これできたの。おう。人の嫌味に全く付き合おうともせず、遥かは立ち木のところまで歩いて行って何かを示してみせる。それは自転車だった。しかも銀色のスマートな全地形型二輪車 ATV。 なるほど。うわ、すっげえ。俺は素直に驚いた。いいでしょ。うん、かっこいい。はるか、これどうしたの？買ったの。買った？いきなり。うん。嬉しそうにはるかは自転車のサドルを叩く。買ったってなんでまた？欲しかったから、自転車。それはそうなんだろうけど、そんないきなり。いきなりも何もね、なんかね。それは事前に打ち合わせられてなかったらいきなりだよね。だから誰からしてもさ、ね。例えば本人からしたら、来月髪切るんだってね、来月というか、まあ、来週髪切るんだって言っとったとしてもね、それの事情を知らんね人たちからしたら、いきなり髪切ってどうしたのって話になるやん。なんか抜けとるんだよな、藤井東也くん。しかもよく見たらメルセデスのロゴが。あ、はるか、何こんな。俺の驚愕に気づいたはるかはそのロゴの部分をコンコンと叩いた。ローン組んだから。え、また似合わない言葉を平気で言う。そやろ。俺その1990年代の後半って知らんけど、自転車でローン組んで自転車って買うもんなんだ。高いのじゃなくてよかったから一番安いの。あ、バカ、桁が違うぞとか言いながら、とりあえず改めてはるかの新車をしげしげと眺める。さすが世界のメルセデス。実用性重視のごついタイヤと、タイヤやリアとフロントのショックアブソーバーまでをも全体のデザインに組み込んでしまった、この直線的なかっこよすぎるフォルム。パクられるんじゃね？大丈夫？そしてこのシルバーアローの名にふさわしい上品な銀一色のカラーリング。昔そんなものがあったんだ。ローラースルー55とかは昭和だけどな。ゲルマン民族の誇りまでも感じてしまうよ、俺は。ドイツ？ドイツ車だから？そこなんか、バカにしとるよな、それって。取られたりすると嫌だから、ロゴを塗りつぶしちゃおう。絶対やめろよ。ちゃんと止めろよ。なんてこと言い出すんだ。で、はるか、これを俺に見せようと思って今日呼び出したわけ？うん。お、すげえ。俺を羨ましがらせようと思って？うん。はるかの勝ち。うん。少し悔しいけど、ちょい乗ってみていい？いいよ。サンキュー。俺は早速はるかのマシンにまたがり、ペダルをそっとこいでみた。する。滑るみたいに前進するシルバーアロー。こんなごついタイヤが回ってるのに。すごい。俺はあえてギアチェンジで遊ぶことをせずに、まっすぐ段差の方に進む。そしてそのまま段差を越え、塗る。エスカレーターにでも乗ったみたいな滑らかな縦G を感じる。なんて性能のいいアブソーバーなんだ。さ、
サンキュー。俺はアリーナの駐車場を一回りしてから自転車を降りた。すごいなこれ、びっくりした。うん、サイクリング行こう。ああ。ま、俺はまた呆れた声を上げる。うん。はるかの話にはおよそ構築性ってのが存在しない。俺のチャリは？俺何も用意してないよ、そんなの。それこそ自転車だって。借りればいいよ。なるほど。確かにこのスポーツアリーナでは有料でロードサイクルを貸し出している。ここから公立公園までのサイクリングロードが伸びているのだ。なるほどね。そうだけど、でもそういうことは先に言えって。俺だってそれなりの服装してくるんだからさ。服なんかどうだっていいよ。そういうはるかは普段着も普段着。ママチャリでサイクリングすることはあっても、メルセデスのでのそれは絶対にないって服装だ。わかったよ。それじゃあ付き合うよ。電話でそう言っちゃったしね。うん。運動不足は良くないよ。何年寄り臭いことを。俺は早速アリーナで受付を済ませ、細身のアルミフレームのロードサイクルを借り受けると、はるかのところに戻った。かっこいい自転車だね。はるかのほどじゃないよ。さあ、行こう。飲み物買ってく。あ、そうそう。サイクリングロードには人の姿もほとんどなく、時々大型犬を散歩させてる近所の主婦に出会う程度だった。葉の落ちた木々の間から太陽の光が俺たちの上にまだらに降ってくる。気持ちいいな、はるか。うん。こんなんだったらいつだって付き合うよ。うん。結局この関係を続けたいっていう気持ちになるんだろうな、気楽な。相手のこと分かり合った気楽な関係。お、すごい。CG もちゃんとある。ああ、普段動いてないから結構来るな。疲れた？気にするな。うん。喋るのも結構辛くなってきた。はるかは休みなしで走り続けてる。どうや。ん？しりとりしよっか。え？なんで？退屈そうだから。バテてるんだ、俺は。ああ、もう限界だ。どんなに走っとるんこいつら。10キロとかじゃ済まんやろ。こいつ本気で俺のこと気にしてない。少し休もう。うん。はるかはそのままサイクリングロードの脇に作られた空き地に自転車を止めた。俺も後に続き自転車から降りた。地面に足をつけた途端、くらっ、足に力が入らず膝が勝手に折れ曲がる。こういうのを膝が笑うっていうんだな。そのまま俺は仰向けに倒れ込む。ガチの人やん。その倒れ方ってあれやん。いくら運動してないとはいえ自転車だぜ。そんな超高速で走ってるわけでもないのに、山とか攻めとる人やん。まだ緑色の草がクッションになってくれて、不意に倒れるのも悪くない。空が高い。乾いた風が汗に気持ちいい。うん。はるかの声とともに何かが俺の目の前に降ってきた。うわ、気持ちいい。はるかがタオルを投げてくれたんだ。いつの間にそんなん持っとったん。俺はその乾いたような甘い香りを胸いっぱいに吸った。落ち着いた。タオルが取り除けられ、目の前で澄んだ青空をバックにはるかが微笑んだ。ああ、うん、
いい気持ち。俺の呆れた、ほうけた声と眼差しに、はるかは微笑んでうなずいた。吹く風がはるかの短い前髪をかすかに揺らす。優しい陽光と微風にさらされたはるかは、すごく心地よさそうだ。はるか。ん？起こして。ん？伸ばした俺の手をはるかがしっかりと握りしめる。はるかの手はやや熱を持っていた。はい。さっき買った缶ジュースを俺に放ってくれる。サンキュー。喉に催促させるような音を立ててプルタブを開ける。俺は 250ml を一言もなく一気に飲み干す。ふう、最高だね、これだけで。はるかが落ち着いた笑みを見せる。なんだかわからないけど、すごくいい気分だ。今頃になってランナーズハイがやってきたか。俺はこんな調子だけど、はるかはそれほど答えた様子もなく、何かごそごそやってる。タフな女だ。どうや。ん？お弁当。何？え？見るとはるかは小さなバッグの中から紙包みと水筒を出していた。何やらはるからしくないおしゃれグッズを持ってきてるって思ったら、こういうことか。バチクソに休日デートする気だったんだな、向こうは向こうで。考えなしに。なんか自転車見せてそれで満足して終わりとかそういう感じじゃなくて、ちゃんとプランは立てとったんやな。食べない？食べる。すごい。指示いっぱいあるな。何の敷物もなく、俺たちはただ草の上に腰を下ろす。紙包みの中はパンに野菜やハムや卵なんかを挟んだ簡単なランチとタッパーが入っている。中はサラダだ。へえ、気が利く。はるか、まさか俺のために作ってくれたわけ？ん？うん。トーヤのために作った。あ、すごい。見て。見てみんな。はるかの右手、右手の人差し指見て。あの、プルタブが分離式だ。わかるかなこれ。わからんよな。絶対10代は 100% わからん。20代も、中盤までは分からんと思う。20代後半以上。下手すら30代でも分からんかもしれんな。この分かれるタイプのプルタブ。大昔はこれだったのよ。わあ、すごい。1990年代後半。そりゃそう、こうなるよな。うわあ、面白。適当に言うなよ。適当に作ってきたのかもしれないけど、ちゃんと2人分作ってあるのがなんとなく、けだげだ。あと飲み物。はるかはコップに水筒の中身を注いでくれる。柑橘系の香りが漂う。サンキュー、はるか。それじゃあいただきます。俺は深々と頭を下げて、はるかランチを口に運ぶ。あ、うまい。ドレッシングの類の味は全然しない。ただ塩と胡椒の味がかすかにするだけだ。それとパンとプロシュートの甘さと、トマトの酸味が、うまく混ざり合っていくらでも食べれる味になってる。その上かすかに香草の香りまでも口の中に残ってる。コップに口をつけると中身はスポーツドリンクみたいな味。粉末飲料じゃないな。そうか、レモネードだ。甘みを抑えてるから後味がいい。そんな味覚の違いが分かるほど舌超えとったんだ、トーヤくんって。どれも簡単に作れる料理だけど、こと簡単なことに関しては徹底して手を抜かないんだよな、はるかは。へえ、分からない性格だけど料理の味は最高だ。だけど料理、今まで料理なんかと絶対に縁がないって思ってたはるかが、実はこんな腕前だったなんて、ちょっと得した気分。はるかがぼんやりと俺を見てる。
うまい。おいしい。俺はつい正直なことを言ってしまう。そう。うん。よかった。食事を終えて俺たちはいつもみたいにけだるく過ごした。俺は遥の足を枕にしばらく横になる。カップルやん。膝枕とかしてもらっとるんや。なあ遥。ん？俺たちなんかバカみたい。彼女すっぽかしてこれか。やべえな。どうして？だって今日は学園祭だよ。普通なら学校行って遊んで女の子たちと楽しく過ごす。男は言いかけてやめる。いやもう喋るのさえめんどくさい。うん。そして二人してだるそうに沈黙する。鳥の声や風の声の他は何も聞こえてこない。そうだね。かなり経ってから遥がつぶやいた。何がそうなの？バカみたいだね。はるかは答えた。そして俺たちは自転車をアリーナに返せる限界までダラダラと過ごした。再びさっき来た道を引き返す頃にはどっぷりと日は暮れていた。明日は筋肉痛だな、これ。どうや？ん？また行く？うん。そして別れた。彼女やん、もう。彼女ムーブやん、こんな。こういう何気ない日常を送れる相手ってすげえ大事なんだぜ。気づけばもう12月か。早えな。今日から12月だ。はるかおらんし。はるかおらんし。はるかおらんし。あ、部屋に入った途端クラクラしてきた。は？あはは。マジか？お前マジか？だらしないな、俺。部屋に入るなり倒れちゃった。ずっと家にしかおらんくせに。どうにかベッドにはたどり着いたけど、ちょっと辛いかもしれない。とりあえず一晩、今夜一晩休んで、明日に回復するかだな。寝よう。でもだってこれって、朝だ。ダメだ。全然回復した感じがしない。今日は休もう。電話？こんな時間に誰だろう？はい、藤井ですけど。あれ？夜分遅くに失礼いたします。私、森川と申しますけど。お、ゆき、どうしたの？やっぱりトウヤくん？どうしたのって。電話の向こうでユキが何やら戸惑ってる。なんだかすごく元気ない声なんだもの。え、ああ過労で倒れたなんて言えないよな。ユキに心配かけちゃうのもそうだけど。ユキに、え、じゃ何よりも格好悪い。まさか寝込んでる？鋭い。もうトウヤくん無理しちゃダメだよって。私、うん、ユキをごまかすのちょっと無理みたいだ。大丈夫なの？トウヤくん熱とか出したりしてない？大丈夫だって。本当に気をつけて。トウヤくん時々すごく無茶するから。うん、別にそんな無茶をしたわけじゃないんだけど。どっちにしてもユキに余計な心配かけちゃったみたいだな。そんな俺のことなんか心配しなくても大丈夫だって。これくらいどうってことないんだから。ダメだよ、もっと気をつけなきゃ。トウヤくんが倒れても
私、何もしてあげられないんだから。ユキ？だけど悲しそうにユキは沈黙してる。ユキ、俺そんな…うん、大丈夫だってば。大丈夫だけど、でも気をつけることにするよ。うん。静かにユキがうなずいてくれた。ごめんね、何もしてあげられないのに、こんな時に電話しちゃって。ただ、トウヤ君とお話ししたいなって思っただけだったんだけど。そう、うん、よかったよ。俺、ユキの声聞けて元気出てきた。電話の向こうでユキが少し笑った。うん、でも無理しないこと。ゆっくり休んでね。わかってる。じゃあ、あんまり長電話も悪いからおやすみなさい。うん、おやすみ。そして電話は切れた。うん、今日はゆっくり休もう。